そう言われて今足出してるとめちゃめちゃ痛いたし <laughs> いやいや,いやマジで美魔女の膝みたいなの書かないでくださいね悪口絶対お願いします。<laughs> 宮脇さくらちゃんがあのお家に遊びに来る機会があったので、まあ、ちょっと先輩が作ったもん感想言えよ。 それでは指原さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします,お願いします確かに今まで OPPO の CM に出演させていただくときは明るい雰囲気のものが多かったんですけど珍しくスタイリッシュな雰囲気ですすごく嬉しかったです <laughs> さあそして指原さんといえばご自身で撮影される写真や動画というのがあのご覧になっている皆さんから美脚、スタイルが良いと。 非常に話題になっております。そう言われて、今足出してるとめちゃめちゃ痛い,痛いし。<laughs> いやいや、いや、マジで美魔女の膝みたいな、書かないでくださいね。<laughs> 悪口、絶対お願いします。<laughs> それ悪口なんですか,なんか。一応、悪口に当たるの、なんか、い、なんか褒めつ、褒め風、悪口みたいな、書きそうだから。<laughs> お願いします。<laughs> こちらです。じゃん。梅干し、お。これは。これですね。あのー、梅干しに。ずっとハマっていて、好きなんですよ。で、実は、その、梅酒。 とか梅シロップも家で漬けたことがもちろん個人で楽しむ範囲内ではあるんですけど作ったことがあってでちょっと前にあの村重杏奈ちゃんっていう HKT48 のメンバーと宮脇さくらちゃんがあのお家に遊びに来る機会があったのであのちょっと出したんですけどあの本当に全く何にも感想を言ってくれなかったので <laughs> あの多分うまくいってなかったので <laughs> 今年改めてつけ直してあの2人をうならせるぐらいの梅干しを作りたいなと思ってます。 指原さんんんはどんな梅干しを作られてるんですか,なんかあの最初だったのであのベタに梅酒とあのシロップを作ったんですけど特に個性のない味に仕上がっちゃったので感想を言ってくれなかったと思うので、まあ、ちょっと先輩が作ったもん感想言えよという気持ちでは <laughs> <laughs> あるんですけど <laughs> あの2人の正直な気持ちを受け取ってちゃんと美味しく作れるように頑張ります。